ますか？日本に世界で唯一の砂丘美術館があります。ここで展示されるのは、すべて砂で作られたアートです。次の数秒で、その魅力を詳しく紹介します。まず最初に注目すべきは、巨大な砂像です。これらは毎年テーマが変わり、異なる芸術家たちによって制作されます。今年は、砂で世界旅行フランス編です。ベルサイユ宮殿、ノートルダム大聖堂、ナポレオンの戴冠式、絶対王政、フランス文学、レミゼラブル・ベルエポックなどが作成されています。細部まで精巧に作られた砂像に驚きます。さらに驚くことに、これらの作品はすべて数ヶ月で消えてしまいます。その一時的な美しさが逆に感動を呼びます。来場者は視覚と心で楽しむことができます。気になったら、ぜひ一度足を運んでみてください。